はい、懲役太郎でございます。ね、これは11月8日の3時、15時ですね。なのでまだ詳しいことは知りません。その後に生配信をするので前後してしまいますが、昨日の録画なので速報で入ってきました。我らの天才芸人、ね、松本人志様、ね、もう裁判を取り下げるということですね。まあ私はね、本当に去年の暮れぐらいから、まあ性被害、加害の報道が出た時に、心を本当に痛めまして、もう松本人志様のことを疑ってしまったんですね。ああ、そういうことをやっている。私もかなり糾弾したんですが、いろんなインフルエンサーとか、いろんな女優さんとか、いろんな方が松本人志さんのことを毎日のように、こう、ね、この人はそうじゃないって言うから、私も心を入れ替えて、あ、もう、今更、私が間違ってましたなんて言えないから、もう何も触れないで、ずっと黙っていたんですが、どうやら、ね、裁判の判決を待たずして取り下げる、何があったんでしょうか。私は、松本人志様の潔白をね、法廷で、法の裁きで、嘘をついてる女とか、嘘をついてる週刊文春を叩き止めしてほしい。ね、そう願っていたのに。まあね、早く、テレビ、復帰。してほしいですね。どう？こういう風ならいいでしょ？こういう感じで。ね。ちょっと、女性の方申し訳ないですね。文春さんも申し訳ない。ね。ニック機、週刊誌を叩き潰して。ね。もう、スッキリさせてほしかったのに、どういうね。こんなもんでよろしいでしょうか。というか、やっぱり無理があるんですよ。鼻から。裁判なんてね、もう勢い任せてやっちゃったのかもしれませんけど、もう、仮に、いろんなことがあって、もうただ一点なんです。ね。もうこの裁判だけじゃない。他のことで同意があったかなかったか、もう法律が変わって、その時は、ね、うん、そういうことが良かったかもしれませんけど、その行為は今のね、状況に照らし合わせてどう思ってらっしゃるんですかってことは聞きたいなって。ね。もう今の地裁の裁判なんてどういうことが行われてるかって言ったら、前も言ってますけど、キスまではいいけど、その先は嫌っていうことで、うん、実刑判決っていうことがあるんですよ。女性のお家に行って抱きつくとこ、キスや抱きつくぐらいはいいけど、その先は私はいいと思ってなかった。なので、何も、そういうことがあった後、次の日に会社に行って、上司に相談して、そしたら上司が訴えるっていうことで、もう、在宅のまま、判決が出るというようなこともあるぐらい。ね。これ別に男性が加害の場合だけじゃなくて、女性もあるわけですから、それぐらい、性に対する犯罪っていうのはもう変わってきている。ね。うん。他にも、この裁判になってないことも、ね、取り沙汰されて、マッサージ店での、そういった行為、ね、どうなっているんだとか、ね、同意があった、なかったというよりも、もう今は、相手が嫌と言えば嫌なんです。それはどうのことで、もう法律がそうなんで、どうにもならないです。ね。そう。私は違うと言っても、ね。警察が、暴力団だと言えば暴力団なんです。認定してしまえばもう終わりなんです。犯罪者、前科者と言われればもうそれで終わりなんです。もうそういうことなんです。ね。人権はこの国にはないです。もう本当に、もう江戸時代、そんな感じです。もう江戸時代のがまだマシかな。多分年貢は今の課税の方のが高いんじゃないか。ね、試算してたよ。昔の年貢の方が安かったよ、みたいな話みたいなのもありますし、本当にそうなんです。ね。これでテレビに出れるかどうかわかりませんが、ね。それ出てきたところでどうなるか知りませんが、取り下げたっていうことなんですよ。なんか、いい風には取れませんよね。取り下げないでしょ？だって普通。自分が正しかったり、それが勝てるんなら。何かしかのことで支障が差し障りがあるから、よくわからないけど、取り下げるということですよね。まあ、この時点では、アナウンスが出てないんですね。まだ。まだ出てません。なので、さあもう皆さん知ってると思うんですよ。もうこの時点では多分昨日の夜に出てるんで、一応喋ってるんで、ね。じゃあまあこっからね、私がね、歓喜に打ち震える、いや、そんな松本さんに限ってっていうような風にするのか、ね、ここ、どっちに行こうかなと。どういう風に行こうかなと。もうね、おもちゃになってますね。いや、だってそういうことでしょ。ね。うん。ね、そういうことされないようにね、生きてこなきゃいけない。ね。皆さんこれね、どんなこと、もうこれどんどんやります。どんどんやります。ね、思い出すとね、12月の終わりですよ。もう今11月。もう約10ヶ月。ね。苦しい戦いでしたね。はい。ね。これ、また、稼がせてもらいますよ、私。皆様。松本人志で散々稼いだと。その通りでございますよ。ね。ありがたい。ありがたいな。足向けて寝れません。吉本興業の皆様、松本人志様、松本人志様のファンの方、本当にありがとうございます。ね。はい。以上です。あ、終わらない終わらない。どうやらコメント、松本さん側が女性に謝るというところが、までは、2時17分現在でのゴゴスマでの報道でありましたね。うん。松本さん側が女性らに謝罪するっていうことですよ。認めたっていうことです。あらららら、びっくり。驚きですね。そんな信じてたのに。続く。